さあ続いてやってきたのはポルシェで有名なルーフでございます。絶対ここ撮影できないだろうなと思って、まあ、ただの見学で終わるかなと思ったら、まさかのワークショップまで撮影していいよなんていう、ちょっとあの親切すぎて怖いんですけれどもあのお言葉に甘えて、ルーフ結構あの動画でも YouTube とかでもお伝えしてるところはあんまりないと思うんで、貴重な映像になるかと思います。ちょっとワークショップ紹介してくれそうなんで動画でお届けしたいと思います。ちなみにルーフがあるのはミュンヘンの市内からまあ大体1時間ぐらいのノビテックからも非常に近いところです、まあ、そしてルーフこれなんと道路の反対側蓮向かいはポルシェディーラーということで、あ向こうルーフだ、ああじゃあポルシェディーラーも兼ねてんのか、その辺もちょっと後で聞いてみたいと思います。そしてワークショップ入るともう早速空冷がたくさん CDR がすげえな。コーポレートカラーのこの緑色に売られたこのワークショップ中にはこんな感じで、うわすげえ、あのカスタマーカーお客様の車があるってことなんで一部お届けできないんですけれども、あのカメラ禁止マーク貼ってあるんですけど OK いただいてますんで、あの何がかっこいいって働いてる方のあのこのつなぎがコーポレートカラーの緑色なんですよね、かっこいい、このつなぎが欲しい。これ SCR コンプリートカー、これすごいね。これ一見空冷のポルシェに見えるんですけど、もうほぼ全部作り変えてる、だからよく見ると分かるんですけど全部パイプフレームで、すごい、はい、もうポルシェの形をした、うん、ポルシェじゃない、ほぼもうレーシングカー、はい、レーシングカーです。これだからこっちも見ると分かるんですけど、カーボンモノコックにこのパイプフレームがもう取り付けられてる感じ、だからポルシェの形をした何か、ポルシェの形をしたルーフですね、もうというわけで、まあ、内装だったりとか、まあ、エクステリア の, そのシルエットとかっていうのは、まあ、忠実にポルシェのスタイリングを再現してるんですけども、こんな感じで中はもうほぼ現代のスーパーカーにも通じるカーボンモノコック、フロアもこんな感じで、そしてリアワーパイプフレームで組み直されてて、まさかのもうプッシュロットになってるという、すげえなこれ。というわけでこんな感じで、なかなかこんなのお届けするのもないんじゃないかな。そしてテールランプだったりランプ類の衣装は専用のものに変更されているということ で先ほど教えていただきましたけども、エンジンルームのこのカーボンファイバーのインテークも今回これ NA の積んでるバージョンの SCR、 もっとハイパワーなターボを積んでるタイプが CTR、で、黄色いのが有名でイエローバードなんて呼ばれてましたけど、それはもう完売のようです。すげえなこれ。 SCR で NA で500馬力ですマジで、 CTR のターボで710ってさっき言った。すげえ、でもこれだもんね。でこれ足回りすごいっすよ、作りがブシロットになってるよ、だってもうリアフロントもやばいっす。あ、そうなんだ、見てください、もう全部カーボン、だからしれーっと乗ってたら、あ、クーレポルシェ、なんかランプを変えたクーレポルシェかなと思いきや、とんでもない車で、前もこんな感じで、うわ前のサスペンションも僕の知能では追いつかない形状してます。あ、これもプッシュロットでこうアームが上がるとこっちが押され、こっちに押されるタイプですね。で、この辺もすげーな、こんな感じで、これはすごい。そしてですね、こっちちょっと上はナンバーついてる車あるんでお届けできないんですけど、この辺にもルーフのコンプリートカーがたくさん、あ、これちょうど丸裸なんでお届けしやすいですね。全部カーボン、多分ポルシェのパーツほぼないんじゃないかな。なんとサスペンションもこの車専用のカーベー製サスペンションということで、だからもうポルシェをもう再解釈して別の車として作り上げてる。結構だから出た当初もうポルシェのパーツ何も使ってないから、これはポルシェなのかどうなのかっていう、結構話もありましたけど、その概念というかそれだけ残ってればまあポルシェかなというわけで、まあとてつもない車であることは間違いないんじゃないかな。これすごいっすね。でちなみにフェンダーなんかも全部カーボンなんだ。へー、だからもうモノコックのこの真ん中のとこもそうだし、外反パネルも全部カーボンで、強度が必要な前と後ろのとこだけパイプフレームになってるっていう、なんかお届けしたいんですけど、
ご覧ください。これ多分こんなのお届けしてるのは過去ないんじゃないでしょうか。だからダッシュボードとかその辺の必要なところはこのシールのパイプ使って、あとは全部カーボンで、カーボンもこのバスタブ形状で、上はパイプフレームが組んであると。で、天井なんかも全部カーボンファイバー、フェンダーもカーボンファイバー。すげえな。もうブレーキももう現代のあのスーパーカーにも通じるようなとんでもないサイズのカーボンのローター。あ、これ分かりやすいですね。こんな感じで、これはすごいっすね。これ CTR でしょ、多分。CTR700 馬力。あの、さっき言ったら CTR は10台限定で売ってるじゃん、50台。だから SCR の代わりみんな借りて、それが一番売れてる。あ、そうなんだ。これだってガラスもルーフよ。そうね。あとガラスもルーフ製のガラス。ちゃんと E マークも入ってるんだ。ハイマウントここなの？あの車が貴重すぎてほとんど見る機会もなかった。さあ、そしてワークショップからちょっとお届けしちゃいましたけど、こちらがショールーム。あ、ちなみにこっちの後ろにあったポルシェはあの普通のポルシェのディーラーだそうで、そっちにくっついてるっていうだけだそうです。そしてショールームに入るとこんな感じ。1億5000万円ぐらいで納期3年かかるらしいです。だからあのシンガーポルシェとかそういう感覚としては一生もんだよね。だから、いやでもこれは一生もんですね、作ったら。間違いなく、かっこいい。ドラマにもルーフって入ってる。中もめちゃくちゃかっこいいで、これあの好きに撮っていいよっていうとんでもないコメントをいただいたんで、ちょっとお言葉に甘えて内装も。あ、すげえ。すごい。ドアノブもちゃんとルーフになってる。はい、そして中はすげえ。空冷のスタイリングを残しつつ、現代版にこうレストモッドされてる感じですね。これ中すごいね、レザーの匂いが。そしてカーボンのバスタブなんで、このサイドシールなんかカーボンがもろ出てる。だからこのクラシックな感じともめちゃくちゃレーシングな感じ。それ CTR じゃん。これ CTR の？あ、CTR じゃんこれ。じゃあ700馬力ちょっと。マジ？で、メーターもちゃんとルーフのメーターになって、緑のこのイルミネーション。これちょっと欲しいね。もうめちゃくちゃ綺麗。オイルもこんな感じ。そしてですね、こっちパンフレットがあって、そこに載ってる写真がこれなんですけど、これがもうこの車の骨格で、本当にポルシェの形をした違う車っていうのがお分かりいただけるんじゃないかなと。でももうそういう需要がさ、なんかこう商売になる時代なんだね。マシンガーだったりこういうルーフだったりだとか、もうちょうど今内燃機関と EV のこの狭間で救急によってホイールとパワーキットがあるらしいですよ。あ、そうなんだ。いいね。なんと今教えてもらいました、救急に用の新しい車もちゃんと追っかけてるというわけで、その辺も買えそうです。結構ドイツいろんなとこ行かせてもらって、この職人さんすげえなっていうふうに思ってたんですけど、フラッと来たらこのルーフがとんでもないです。トップクラスにやばかった。技術すごいですよね。ちょっと鳥肌立ってるもん。老舗で僕もめちゃくちゃ気になってたんで、めちゃくちゃ感動します。すげえな。言ったら本当に日本のちょっと大きめのディーラーぐらいの規模で、本当にあの車を一から作ってる。そうなんですね。しかも本当にちゃんと作り込んでるんで、本当に隙がないよね。はい、ツッコミがない。とんでもない。下回りとかすごいですよ。これね、だからもう空冷ポルシェの形をしたもう現代版にこう再解釈された別のナイフ。そうですね。本当だったらあのポルシェから出てきておかしくない車じゃないかなっていう、そのぐらいのクオリティを感じました。さあ、というわけで今回はルーフの中の様子をまさか僕らも見せてもらえると思わなかったんですけど、ちらっとお届けしました。
今回これが最終日なんですけども、最終日にとんでもないものを見せていただくというミラクルを起こしたわけでございます。というわけで僕らのドイツの旅はこれでおしまいになります。他にもいろんな見てきたもの、ちょっと撮影できないものもたくさんあったんで、まあその辺は各店でいろいろお客様の方にフィードバックできると思いますので、ぜひ重症患者様はボンド各店へよろしくお願いいたします。というわけでボンドチャンネルの各種 SNS のフォローとボンドチャンネルのチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。